誰だチャンピオン。お前だと。ようこそジャリ君。ルネシティで起こった大事件を君が一人で解決したのはなかなか見事だったよ。おっと、君一人の力で解決したわけではなかったな。君と君のポケモンが力を合わせた頃からこそ困難を乗り越えれたんだ。私たちトレーナーはいろんな道具を与えたり、いろんな技を教えたりしてポケモンを育てている。けれど私たち自身もポケモンからたくさんのことを教えられているのさ。そしてここはその成果をぶつけ合う場所。さあ、ポケモンで一番華麗にポケモンと踊れるのは誰なのか、今ここで見せてもらおう。ラストはミクリ。元ジムリーダーだったミクリはチャンピオンとして帰ってきた。初見の時はみんなびっくりしますよね。まさかチャンピオンがミクリだとは思いませんよ。最初からホエールをですね、サイズびっくり。さてこっちが先制できればいいんですけどね。潮吹き持ってるんで、それはね、まああれですよ、体力が満タンな時にやられると痛いんで。よし、先制できる。そうじゃなければそこまで痛くない技ですからね。どこまで削れるかな。半分いけ。いいぞいいぞ。でこれぐらいになるとそこまででもなくなります。本当にもうモーション的にもね、全然強くないなってイメージしかなるわけですよ。エフェクト的にもですね。吠えるなよ。よーし、来た。オッケー、ナミヘイさん雪辱を果たしましたね。さてここでギャラドスか。ギャラドスだとな、確か波乗りと破壊光線と竜の息吹と、え、竜の舞と地震か。破壊光線どう使ってくるかですね。破壊光線っていうかね、まあ竜舞使われてもいいようにね、こっちがあれですよ、まひらせに行くんですよ。さあ威嚇も無駄だぜ。ギャラが欲しいなんて言わせねえよ。ここで破壊光線使ってくれればいいんですけどね。その犠牲を払ってでも、よし、外したのはいいね。さらに破壊光線を防ぐための砂かけ。地震はね、冬だから効かないんですよ。分かってないな、みくりさん。分かってないな。ナイスナイスです。でここで破壊光線だからな、ダメか、さすがに耐えれないか。波平さんのその体力ではまだ耐えれないな。うん、いいぞ。多分破壊光線狙ってくるでしょうから、ここで波平さん回復させますか、充電しておきますか。ここでカツオは一回お別れだ。ナマズンの時一回もう生き返らせてもらうしかないですね。さてと、しっかり息子からのバトンタッチ果たさないとね。オッケー。こいつ結構怖かったんですよね、戦う前。次に怖いのがナマズン、こいつなんですよ。さてどういくかな。冷凍ビーム持ってるからこいつでいっか。サザエさんでいきましょう。サザエさんで耐えてる間にカツオの回復を狙いますか。猫魂、これでひるませましょう。気休め程度ですけどね、本当にダメージ塊の方いっちゃいますか。もう惜しみなくいく。よし、あー、ド忘れしてきたか。それは厄介な技だな。混乱させよう。ド忘れさせるしかないな、もう。ん、地震か。まあそんなに効かないでしょ、こいつなら。オッケー、なんとか混乱して。ナマズンさんお願いします。ダメかよ。いや、何の意味もないよね。そんな媚びても無理だっていうことですね。まったく、水の波動もあと6回になっちゃってるな。おし、動かないぞ、これで。愚策だぞ、それは。
それは愚策だぞ。サザエさん倒したところでそれは愚策だ。よし。お耐えるのかいな。よし、外したぞ。波乗りか。ハイドロポンプじゃないから耐えれるな、タラちゃんでも。攻撃って言ったらタラちゃんだよ。外せ。外さないか。外せって言って外すやつではないですね。ビルドアップしましょう。動けない間にビルドアップしといて倒しますか。破壊光線ぐらいなら耐えれるでしょう。さあ行け。ちょっと積んでこれかい。ダメだな。あーもう当たったか。さらにバトンタッチか。さてどう。そして狙えますか。特攻あげますか。そしてこれだけじゃ足りないな。もう一つやりたいのはクリティカッター。さあ行けよ。この増上効果どんだけくる。んダメか。どんだけ来るって思ってきやのこれかいな。まったく今度こそいけるよね。なんでやねん。え。どんだけやねん。混乱させろよ僕のこと。もっと。いやそれじゃ意味ねえんだった。何言ってやるか。毒クラゲきついの来たなと言いたいところですけど、まあ、なめへさんがいましたね。ただ特防が結構高いやつですからねこいつはね。危ねえ。集中しすぎた。うわハイドロポンプ使えんのか。耐えれるよね。よし、ドロポン外してくれるのを狙うしかないですね。あんまり削れてないな。ここはまあとりあえずドロポン削りましょう。おー外せー外せー。うそー、もうそんなに好きだっていうならね、アイピカ浴びせてやりましょうよ。もうね、毒クラゲはドロポン使えなかったらこっちのもんですからね。ははは。あ、霊瓶も持ってんのかい。完備してるね。あ、でもそんなに食らわない。うっそー。いや、何の意味もないよね。はぁ、あ、相手の運の良さに痺れるばかりです。そこに痺れる、憧れる。本当にそれだよ。よし、さあ食らえ。あーとちょっとだっていうのに、ドロポンか。確かちょっとねきついですね。やっぱりお前の出番か。毒毒だと。ドロポンなくなったから毒毒できたか。はあ。もうドロポンは持ってないか。じゃあ大丈夫だな。とりあえずここはタラちゃんで切り抜けますか。もう凍れませんからね。こっちは毒ですから。さあもう回復しないよね。オッケーオッケー。とりあえずここは乗り越えよう。よし、おあと2体。さてと、大嫌い嫌い嫌いな僕が見えてますか。うぱっぱーですよ。波乗りとギガドレインだからマッソーさんできますね。なわけですけど、宿り着持っているんで、まずは混乱してもらいますか。これはどうにかならないかな。影風神か。そ
そういうところまで完備してるんだな。これ自分攻撃してください。ちょっと攻撃してくれよ。ダメだよ。なんでそんなに相手に運ばっかり向いてるんだ。以上立ってる。やばい、耐えろよ。行け、勢いが大事だ。よし。2回影分身してるのにこれである。よっしゃー、来た。打開策来ました。ダミエさん超音波最高。頼む、ここだ、ここで来い。来たー、来たー、凝固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 、めっちゃ運いい。来たここに来て働いてきた。神様お願いします、最後だ、今度こそだ。これで磯野家をチャンピオンにしてください。磯野家を頂点にしてください。その家頂点だ。ふー、結構効くな。素早さはどっちが早い？ダメか、負けてるか。んー、ダメだな。さてと、ちょっと生贄の出番だ。初登場、ペリッパーです。こうなると向こうの方が素早いから、マスオさんかな。いや、サザエでもいいか、マスオさんだな。生き返らせましょう。うぅ、レイビーは無理でしょ、耐えれないでしょ、さすがに。ネタキャラ。んー、どうしよう。ここからなんですよね、問題は。もう一回混乱してもらいますよ。で、ここで自分攻撃すればまだ打開策はある。うん、頼むよ。ねえ、ダメか。いや、何の意味もないよね。うそ。つないでください。この砂かけは今まで何度もね、助けてくれたんだよ。いけ、来た。もっとだ。下がれ下がれ。んー、当たるのかい。耐えれるわけがない。うう。残すはタラちゃんだ。しかし毒状態、もう生き返らすしかないでしょ。いきなり毒ダメージ。元気のかけら、ナミヘイさん生き返らせましょう。おお、外したぞ、外した、外しただと。これはチャンス。回復の薬だろ、外しただと。外せ、来た、外したぞ。無謀な策に乗り出す。まさかの。さてと、あとは何が必要だ。これだ。外せ。ああ、外さないか。
耐えない外してくれればな、一発あったんだけどな。なぜに当たる？なぜに当たる？なぜに当たる？それがミクリっていうやつなのか、それがミクリっていう名のチャンピオンなのか、これがチャンピオンの権力っていうやつなのか。いらない権力だな。お、レイビーになったぞ。レイビーになったということは波乗りなくなったか。これはこれは来たのかな。来たな、来たぞ。しかしなぜ命中率が下がってにもかかわらずこれ何当たるんだ。うん、毒毒。うさてと、最後はねやっぱり一家をまとめているタラちゃんで締めたいですね。それやってこそのこの僕の今までやってきたポケットモンスターエメラルドですよ。持て余す力ですよ。その本気出せないその持て余す力が今解き放たれようとしている時なんですよ。ついに1時間経っちゃったな。頼むよ。よし、来た、外したぞ。毒毒も外した。まだまだ強くなります。タラちゃんはまだまだ強くなる。外したな、これは。よし、いい感じに削れてる。で、どのくらい回復する。こんなもんか。さあ行け、最後の二度蹴り。よっしゃー、よっしゃー、よっしゃー、来たー。タイプの壁を越えました。力を出し切った。チャンピオンである私を打ち負かすとはなんとワンダフル。ミスター憎たらしいほどエレガントだけどとってもグロリアス。さすがだよチャリ君、君は本当に素晴らしいトレーナーだ。勝ったー、よっしゃー、やっと勝てた。やっと来たぞ磯の家は。ついに頂点に立ちました。チャリ君、チャンピオンに挑戦する前にアドバイス。おい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 、もうちょっと早く来てさ、応援してほしかったよ。ひょっとしてだよ、ほんとに。ほれ見ろ、はるか。チャリ君なら心配いらんと私が言った通りだろ。チャリ君、とうとうやりとけたな。君が10日ジムのお父さんに勝ち抜いた時に聞いた時に、もしやとは思ったが、まさか本当にチャンピオンになってしまうとはな。おう、そうだ。君のポケモン図鑑はどうだった？私に見せたかな？いや見せないで、やだやだ、そんなの、そんなの見せられません、見せられません。そんな見せるような内容じゃありませんよ。
22ですよ、捕まえた数。決まった場所でしか見つからないポケモンはしつこく探すしかないぞ。全くそれですよ。とにかくおめでとう。 さて胸を張って奥の部屋に行ってくるがいいよ、チェイク。いや、改めて呼び名をそう、新しいチャンピオン。さあ、私についてきたまえ。申し訳ないが、ここから先の部屋はチャンピオンになったトレーナーだけが入ることのできる場所。君はそこで小田牧博士と一緒に待っていてくれたまえ。かはんなんてね、いいのいいの、だってそういう決まりだもんね。チャリ君、本当におめでとう。さよなら。まったく、最初から応援してくれればいいもの。ここは激しい戦いを勝ち抜いたポケモンを記録する場所、リーグチャンピオンの栄光を称えるための部屋さ。さあ、ポケモンリーグを勝ち抜いた君の名前と共に戦った君のパートナーをこのマシンに記録するのだ。1時間かかっちゃいましたね、すっかりね。いやー、ようやく乗り越えたこの縛りを。まずは波平さん、レアコエル。次はマスオさんのクロバット、そしてサザエさんのルンパパ。タラちゃん、場所カツオのフライゴン。いや、みんなよくやってくれた。お、ヒデンさんもね、いや今までよく僕のこと運んでくれましたよ。ついにその毛は殿堂入りしました。リーグチャンピオンおめでとう。いや、27時間でクリアできたのは初めてですね。ポケモンに結構時間かける自分ですからね。はぁ、終わった。いやー、この神 BGM やっと聞けましたね。そもそも僕がね、こうやってね、ポケットモンスターエメラルド実況プレイを始めたっていうのはね、約1年ちょっと前にこの縛りはもうすでに考えてあって、もうやるつもりでいたんですよね。ベガが終わった時にはもう大体の構成はできていて、どんな風に冒険して、どんなポケモンを捕まえて、どんな風に育てて、どんな技を育ててとか大体考えていました。ですがね、まあその先でハプニングがあったり、まあ記憶が忘れたってこともあって、本当は覚えれるやつが覚えれないとかあったりとね、まあハプニングといろいろとありましたが、いや、なんとか終わらせることができましたよ。ふう、ということで無事殿堂入りし、殿堂入りしましたよ。こうしてね、磯野家の栄光を振り返ると、うん、長かったよね、本当に短いですね。8ヶ月間磯野家とお世話になりました、本当にありがとう。いやーね、なんか感慨深い。そして突然だと本当に何を喋っていいかわからない、いや、喋っていいかわからないっていうか、たくさんありすぎて喋れないんですよ。なので次に雑談します。最後ポケットモンスターエメラルドのね、エピローグを動画でやりつつ、その中で雑談したいと思います。最後のね、その中で僕が何のためにこの実況をして、何のために最後までやったのかを全てお伝えしたいと思います。そしてね、まあ、YouTube のね、 Google プラスのとかなんだろう影響でコメントが返信できないとかどうこうあるんで、そのコメント返信もね、できることならね、そちらの方でやっていきたいと思うんですよ。その、まあ、ラジオ風にですね、できるというなら、うん、まあそんな感じで考えています。とりあえず1時間かかってしまったこと自体が予定外なんで、2分割ですね、これは。次回で終わらせるつもりだったんだけど、まあしょうがない、予想外ではありましたが、でもね、こうしてチャンピオンで負けたっていうことになくね、最後までいけたってことが本当に良かったです。それだけ磯野家のメンバーは頑張ってくれたんですよね。もてあわしからポケットモンスターエメラルド実況プレイは、この本編はね、今回をもって終了となります。いやー、長かったな、この1時間長かったけど、見事にね、どん底から這い上がったような気分です。そしていろんなネタに、お答えしてくれたりね、ここまで見てくれた視聴者さんには本当に感謝 したい限りのことであります。いやー、何かしらいろいろとあったわけですけども、まさかね、こ
ここまでの動画になるとは思わなかったんですね、正直始めたばっかりの時って。なので最初のうちはそこまで力入れてなかったんですけども、僕が結局はね、なんか楽しくてしょうがない実況になっていたってことなんですよね。はい、という感じです。というわけで、今度こそ、終わりたいと思います。では最後の雑談でお会いしましょう。お疲れ様でした。